元ウインナーナムテヒョン、プチ整形を告白、輪郭注射の回数に一同衝撃写真イコール放送。画面キャプチャー元ウインナーのナムテヒョンが輪郭注射を打ったことを告白した。昨日、9日、韓国で放送された MBC エブリワン、ビデオスターには、映画、裏切りのバラ、に出演。したチョン・サンフン、キム・イングオン、ソン・ダムビ、キム・ソンチョルがゲストとして出演した。この日キム・ソンチョルは、輪郭注射の話を持ち出した。彼は3ヶ月で輪郭注射の効果がなくなったことを明かすと、ナムテヒョンは、6ヶ月は持つはずなのに、と話した。これに MC 陣はナムテヒョンに輪郭注射について聞くと、彼は、輪郭注射を打ったことがある。アイドルだったから。アイドルはビジュアルなので、と告白した。続いてナムテヒョンは、サウスクラブのニューアルバムが出たので、輪郭注射を1週間前に打った。